英字の超速報人間は基本的に死なない。イ字35153の超速報人間の死とは人間を突き動かす原動力の人間個体からの離脱であり死によって私は何、何という個性は消滅するが個性全般は原動力である自然の立動から生じる。簡潔な表現として私とは 一人のこの私だけを指すのか。なぜ私はいつまでも私なのか。世界中には今現在たくさんの人間がいる。さらに今まで数多くの人間が生まれてきてこれからも数多くの人間が生まれてきて死んでゆくだろう。しかしそれにもかかわらずなぜ私は他の誰かではなくこの人物なのか そして、この私が死んだらどうなるのか。自然の根源的原動力は混沌である。人間や生物の生命活動とは、人間各個体や生物全般を突き動かす原動力であり、自然の立動あるいは自然の根源的存在とも、言うべきミクロレベルの活動力である。その現状態は混沌であり、人間あるいは生物全般の死とは、 その原動力がその個体から離脱する時であり消滅ではない。その死によって私は何、何という個性や生物を脳の主体的自立性は消滅する。しかし人間各人や生物を脳のの個別特性である個性や生物の主体的自立性は生命の原動力としての自然の立動から生じる。それを わかりやすく簡潔に表現するなら、この私とは、一人のこの私だけを指すのかという疑問になり、その答えは、生命の原動力としての自然の立動は、各生物の生命運動は、共有された運動であり、作用となる。また、自然の原動力は混沌であり、そこでは、因果的決定論では、説明不可能な状態でありつつ、 混沌は自発的に自律性を生じさせる潜在した作用を持つ。人間は他者が見る世界と同じものを見ているのかという問いが肯定される理由。では今まで認識していた自然が死によって再び認識できることはないとすることのどこが誤りなのか。それは認識する自然は。 人間個体の脳によって近く形成されたとする個別の自然像ではなく自然として全宇宙に普遍する反全体的な存在だからそれは分割されず像として認識されても人間個体が作る個別の像ではない自然は根源的存在状態という元々の状態があり人間各人はその根源状態を認識するとき頭部に損傷を負っても 自然の認識はほとんど変化しないそれにより人間は他者が見る世界と同じものを見ているのかという問いは肯定されるこの自然の根源的存在これを現存在と呼ぶさらに量子力学での量子状態の未確定から実在への確定には意識が介在する必要があるとコペンハーゲン解釈にも暫定として記述されるが 意識がミクロ世界に及ぼす物理作用には実在への確定において何か本質的な根源作用があると思われるまた人間の睡眠や特に麻酔作用は医学生理学的に未だに確定しないが睡眠は生体が行う外界からの情報遮断作用であり麻酔は薬剤を使用したより強力な外界からの情報遮断作用でありそのため 通覚までの遮断はほぼ間違いない。それにより、絶対無のような感覚が生じると言われるが、それは回復した記憶により語られる。その絶対無の感覚とは、自然の根源存在である混沌から生じるから、人間には何らの意味理由も成立しない。無機物質も微細領域に混沌の根源状態を持つなら、 ななぜ生生命性は生じないか。無機物質で精巧なロボットを組み立てても生命性は発現しない。その理由は人間や生物とは違って無機物質は根源存在である混沌を生殖複製として代々継続するような仕組みが備わっていない。無機物質は自然の作用で小さな物質片が 決定論的に集積して形成されたものであり人間や生物は生殖複製による何らかの目的によって継続した生命性が発現される生命性はこのような継続方法でなければ混沌が根源作用だとした場合自然形成での安定蘇生が不可能だと思われる微細粒子の量子状態を確定するのになぜ 人間のの意識が必要なのか非決定論的な量子状態を確定させるためにコペンハーゲン解釈では意識を有する人間の測定が必要だと暫定的に記述されるがなぜ人間の意識によって量子状態は確定するのかそれは意識の根源状態も混沌から成立するため同じ混沌を測定する場合は 物質レベルが同症となり測定行為と測定対象との境界がなくなるためと思われるそのため混沌から立ち上がる意識と同じように量子状態の混沌も確定される無機物質での観測で量子状態が確定しない理由として観測機器の完成以前の原材料は決定論的な自然の作用で形成されるのでその蘇生に 混沌は発現しない。そのためミクロな混沌の測定にマクロな観測機器による観測という測定機器と測定対象との間に厳然たる境界が存在してミクロレベルの量子状態の観測は確定もしないし成立もしない。生物の自由意志や自発主体性は混沌からどのようにして生じるのか。これは 人間の睡眠から覚醒に至る経緯で説明できる睡眠時の世界像は混沌のために意味理由が生じないまた睡眠から覚醒に至る過程で知覚される夢がランダムな展開と完全な欠陥性を持たないことが指摘される覚醒した時点で混沌から確定された外界像が立ち現れるこの外界像は 自然の反全体的な一体作用であり、人間あるいは生物は共有して同じものを認識する。自発主体性は過去から一貫して、不変な私として認識されるが、それを可能にするのは脳の記憶である。この記憶やに障害が起きると、個であるべき主体領域がもともとの反全体的な一体作用として認識される。さらに、 人間や生物の思考行動は、混沌が内在するため、自由発想なイメージや自由意志や予測不能性が生じる。人間や生物の自発性は、その蘇生の内奥から出現する混沌であり、そのマクロ系に内在するミクロな局所作用には、何らかの持続力が必要であり、そのため、人間や生物の死は必然となる。 人間のこの私とは、この一人の私だけを指すのか。それは、前提として、人間の存在は一回限りであり、その人間の死後、主体存在感を持つことはないとされる。しかし、人間の主体的存在であるこの私が、私一人を指すのではなく、その感覚を共有する人間全般を指すのだとしたら、どうなるのか。 人間の主体的存在感覚も自然の根源的作用である混沌・から始発し意識へと発展するのならそれは分割されない半一体的作用である。とい人間の主体存在感は人間の死によってどうなるのか答え人間の死によりマクロな生態や脳神経系は崩壊するが主体存在が 自然の根源作用から発生するなら、それは個別に分割されず、人間個体それぞれが独自に保有するものでもない。現に存在する他者を脳のの主体存在もどこかでつながった一体的作用であり、人間一人の主体存在は、その共通の一部である。人間の主体存在である、この私、とは、唯一の私一人を指すのではなく、 その感覚を共有する人間全般を指すのではないのか主体意識は自然の根源作用から生じる個別に分割されない一体的作用 A 字35153の超速報「人間は基本的に死なない」A 字35153の超速報 人間の死とは人間を突き動かす原動力の人間個体からの離脱であり死によって私は何、何という個性は消滅するが個性全般は原動力である自然の立動から生じる簡潔な表現として私とは一人のこの私だけを指すのか投稿者はこの他にも 人間の意識や自由意志を説明するアイデアを持っています。この人間の姿勢感を深く究明するためにも、チャンネル登録や高評価をお願いします。